にちは、大きい花教室ブーケットパビウムです。本日はこちらのとても大きなデルフィニウムを使って、スタンド花を生けてみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。こちらでスタンド花が生け終わりました。生け方のポイントとしましては、これからユリが開くことを想定して、ユリの周りのアルストロメリアやカーネーションなどは低く生けています。こうすることによってお花同士がぶつからずにとても華やかさを出すことができます。もう一つ小手間ですが、こちらのお花も大きさとそして華やかさを出すことができるんですが、中の方にたくさん入れてしまいますと、お花にかぶさるようになってしまって、他のお花を潰してしまうということがありますので、外側とそして、下のラインのところに重点的に入れて、内側は、空間を埋めるようにあまり長さを出さずに入れています。ブーケットパフュームでは、大きく花を生けるフラワーアレンジメントレッスンと花瓶レッスンの方を開催しております。レッスンにつきましてはこちらの動画の概要欄にございますので、ぜひそちらからご覧になってください。それでは最後までありがとうございました。